高崎芸術劇場の芸術監督の大友直人です。今日は2月の25日に音楽ホールで開催されます、伊藤圭さんのピアノリサイタルのご案内です。ティーマスターズシリーズとして、今回は伊藤圭さんをお迎えします。伊藤圭さんは現在日本を代表するもう重鎮のお一人のピアニストと言っていいと思います。実は、高校時代私のクラスメートで、もう高校の頃から本当に輝いていた優秀なクラスメートでした。伊藤さんは私と同じ東邦学園の高校を卒業後すぐに、ヨーロッパに留学なさいまして、モーツァルテルム、そしてハノーバーの音楽学校で、ハンス・ライグラフ先生という当時大変高名な、優秀な先生について、研鑽を積まれました。そしていろいろなコンクールで入賞優勝を果たしたんですけども、なんといっても、ミュンヘンの国際音楽コンクールで日本人のピアニストとして初めて優勝されたという輝かしいキャリアを持っています。1983年だったと思いますから、まだ当時25歳、25歳の若手の日本人のピアニストとしては圧倒的な、存在感のある、伊藤さんでした。まあ、以来、日本の誇るトップピアニストとして、ずっと活躍を続けていらっしゃるんですけれども、同時に、もうずいぶん長い間、東京芸術大学の教授として後進の指導にも当たりまして、優秀な人材を輩出されています。東京芸大だけでなく母校の東邦学園でも教えていらっしゃいまして、教育者としても大変な実績を誇っているピアニストです。私も今でも時々ご一緒しますけれども、高校時代から変わらぬ本当にチャーミングで優しくて、魅力的な人柄、これは全く変わることがありませんが、やはり音楽家としてはもう円熟の域に達していると思います。今年も久しぶりに一緒に演奏いたしましたけれども、改めて伊藤さんの音楽家としての素晴らしさ、成熟ぶりに感嘆いたしました。今度の25日のリサイタルでは、本格的なプログラムを組んでくださっています。ベートーベンの後期の最後の3つのピアノソナタを、1回のコンサートで、お弾きになるという、これは、まさに、重量級のプログラムですけれども、ベートーベン自身の、作曲家としての円熟の極み、それを、今の伊藤圭さんがどのように表現してくださるか、これは本当に興味の尽きない、誠に貴重な回だと思います。伊藤さんは本当に誠実な音楽家ですので、全身全霊でこのベートーベンの大作、弾き込んでくださることと思います。2月25日の、午後3時開演です。高崎芸術劇場の音楽ホールで、お待ちしております。